海上自衛隊の佐世保基地にもが、三型護衛艦の4番艦にして、同級2隻目となる、ミクマが、2023年3月7日に無事就役したとの情報をキャッチしました。今回は、このミクマ護衛艦を詳しく見ていきますね。すでに、3年の間に、4番艦まで配備する建造能力は、すごいですよね。しかし、も、が三型の建造終了も決定しています。残念。三菱重工業者が、長崎県長崎市に構える中崎造船所で、建造が行われていたのが、も、が三型護衛艦の4番艦である、ミクマだが、2023年3月7日に、無事に、海上自衛隊への引き渡しを終えて、佐世保を母港とする艦隊へと配備された。佐世保基地の中で、ミクマは、護衛艦で構成されている第13護衛隊に、配備が行われ、これは、一足早く、2022年12月に、その一員となっていた同型艦のもが、三型護衛艦3番艦の、の城に続くものとなっている。ちなみにもが、三型護衛艦の1番艦にして、ネームシップの、も、がみ、2番艦の、熊野、は、それぞれ2022年4月、および3月に、神奈川県の横須賀を母港とする、総解体軍に配備されており、西と東に、きれいに分かれた形でもある。も、が、三型護衛艦は、海上自衛隊の護衛艦の中でも、従来になかった FFM という、新たな艦首記号を与えられた艦艇であり、FF が、艦級としてのフリゲート艦を、M が、機能としての機雷、マインと、多目的、マルチパーパスを示すとされている。ミクマを含むもが三型護衛艦は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、最大幅が 16.3 メートルという艦隊の規模を持ち、一目見て、ステルス性への配慮が伺える造形が特徴だ。その RCS、レーダー反射断面積を極力減らすことを目的としたと、おぼしき船体の形状は、非常に取っかかりの少ないプレーンで、近未来的な印象を与えるが、個人的には、ごく個性的にも映り、好みは、分かれる部分だとも感じてしまう。も、が三型護衛艦は、その機関部には、ディーゼル機関とガスタービン機関を併用する、コダグ方式が採用されており、前者を2機、後者を1機搭載し、合計の最大出力は、7万馬力と強力で、最大30ノットの速力を発揮することが可能である。この機関の強力さは、カタログ値とはいえ、満載排水量で、優に1万トンを超過している、最新型のイージス護衛艦であるマヤ型が、ガスタービン機関2機と、モーター2機のコグラグ方式で合計6万9000馬力であることからも明らかだろう。しかし、もともと現在から、10年ほど前の2013年頃にもが、三型護衛艦の建造が構想され始めた時点では、アメリカ海軍が就役させていた、フリーダム級等の沿海域戦闘艦の速度性能も踏まえていたとされ、同艦の40ノットを超す速力も、視野に入れていたという。アメリカ海軍のフリーダム級は、満載排水量で、3300トン弱の小柄な船体に、ディーゼル機関2機とガスタービン機関2機のコダグ方式で115,400馬力を発生させ、これにウォータージェット推進まで組み合わせ、実に45ノットもの最大速度を実現している。しかし、も、が、三型護衛艦の構想を進めていくうちには、40ノットもの速力を実現させるには、燃費性能の面で実用化するメリットが乏しいと判断されたこともあり、こうした要件は取り下げられ30ノットに落ち着いたと目されている。海外への派遣任務等への参加を考慮すれば、
40ノットもの高速性能はオーバースペックであり、それよりも現実的な燃費の方を選択したということなのだろうが、個人的には敵からの攻撃を想定したことも含まれているのではないかと感じる。昨今の対艦攻撃用の主兵装である対艦ミサイル等の速度を踏まえてみても、30ノットならば回避できないことは明らかだが、これが40ノットになったところで、大差はなく、切れならば、燃費重視の方が良いとの判断もあったのではないだろうか。これは、何後もが味方護衛艦のようなフリゲート艦に、特有の事象ではなく、もっと、大型の水上戦闘艦にも共通する傾向であり、いかにステルス性を高めているとはいえ、対艦ミサイルの速度から逃れる術はないことの自覚だとも感じられる。冒頭で述べた通り、ミクマは三菱重工業者が建造した艦艇だが、もが味方護衛艦は海上自衛隊側が使用をあらかじめ提示したものではなく、建造を請け負う造船会社側が自らの案を披露する形でその受注を競う初の取り組みとなった艦艇でもある。ここに参加を行ったのが、三菱重工業社、ジャパンマリンユナイテッド社、そして当時の三井造船社、現在の三菱重工マリタイズシステムズ社の3社であり、その中から、三菱重工業社の案が採用されたという経緯を持つ。そして、次点が、三井造船社、現在の三菱重工マリタイズシステムズ社であったことから、実際の建造も、その上位2社に発注される運びとなり、結果的には、同じ資本系列の2社でもが、味方護衛艦の建造を担う形となっている。4番艦である、三隈の建造費用は、およそ475億円と公表されているが、最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型は、およそ1700億円と3倍以上のコストのため、それに比すれば安価な価格にも感じられるのが正直な感想だろう。こうした建造費の手頃さに加えてもが、味方護衛艦は乗組員の定数が90名と非常に精進化が図られた艦艇であることも重なり、旧式化したアブクマ型、初雪型、朝霧型の3種の護衛艦を代替することが予想された。そのため、最大でもが、味方護衛艦は、22隻という近年では、稀有な一艦種での大量建造も想定されていたが、2022年12月16日に閣議決定された防衛力整備計画によって、12隻の建造にて、一旦終了することが決定された。防衛力整備計画は、これまで中期防衛力整備計画と呼ばれていた文書を改称したもので、もが、味方護衛艦の建造を12隻で終了した後には、さらに、新型の FFM を導入する方針とし、その数も10隻を予定していることが判明した。すでに、防衛装備庁では、この方針に基づき、2023年、1月25日に、この新型 FFM に対する企画提案に参加を希望する事業者への公示を行い、その6日後の1月31日に内容の説明会を開催し、着々とその準備を進めている。ただし言うまでもないが、軍艦である新型 FFM の企画提案、そして実際にそれを建造し得る事業者は初めから限定されており、その説明会に参加した企業も三菱重工業者とジャパンマリンユナイテッド社のみであり、いずれかに託されることとなる。新型 FFM の企画提案の締め切り日は2023年8月末時に設定されており、現実的にハモが味方護衛艦の建造を実施中の三菱重工業者が、これまでに判明した課題点を修正して継続した受注を獲得する可能性が非常に高いと考えられる。
現在の最上型護衛艦は、62口径の127ミリ、単装砲1機、マーク 41VLS、垂直発射艦、16セル、4連装の17式地対艦誘導弾発射機2機等を重兵装とする仕様だが、護衛艦としては、初の対機雷戦闘を行う能力も付与された艦艇である。そのためもが、身型護衛艦は、対機雷戦闘用の日立製作所製の専用の99911ソーナーシステムを搭載し、共に、無人の機雷排除用の水蒸気、USV と、機雷捜索用の水中機、UUV を運用する仕様で、設計が施されている。機雷捜索用の水中機、UUV は、OZ-5 自立型水中高層磁気機雷探知機として、やはり、三菱重工業社が製造を担ったもので、自衛隊の装備としては珍しいフランスのタレス社製の高周波合成開口ソーナーを組み込んでいる。身型護衛艦が、こうした追機雷戦闘を考慮した艦艇として設計されたのは、従来は、もっと小型で、専用の掃海艇が行っていた同任務を組み込むことで、より汎用性の高い作戦行動を一隻で担い得ることを志向した結果であろう。前述した主兵装でもわかるようにもが、身型護衛艦は、その艦艇の規模から見ても、他国の同様のフリゲート艦と比して、むしろ武装は軽く、水上戦闘艦としての対象戦闘ではなく、非対称戦に重きを置いていると言ってよいと感じる。